皆さんこんにちは。今回は85層が実装されたということで、あ、これなんか来てますね、いろいろ。なんかパネルミッションがこれ、すごいいろいろもらえてるんですけど、ちょっとなかなか終わんないですね。すごいね、いっぱいジェムもらえますね。じゃあ81層いきます。あ、85層か。これなんて読むの？一流城下町？わかんない。なんて読むのこれ。これなんて読むの？合法来楽って読むの？いきなりなんか、東の国の話始まったけど、何これ？何の話これ？ずいぶんな言いようね。ならその時は俺が先人のさらに一番槍で戦うだけよ。まったく、冗談はよしてちょうだい。かっかっかっか、鰹節。やべ、全然話ついていけねえ。何の話してんのこいつら。小賢しいな。もうなんかカッカッカとか、なんか小賢しいな。お、やっと来たね。84層クリア。84層俺行ってないんだけどな。85層行ったんだけどな。あ、俺ラストアタックしたの全然覚えがない。ラストアタックっていうか、俺しか攻撃してねえじゃんっていう。お前ら攻撃してるふりだろ。何これ、ウィークリーアルゴ、何あのウィークエンドなんちゃらみたいなノリ、これ何ウィークリーアルゴって何これ。こいつらウィークリーアルゴっていう、何なんかそういうグループの連中なの。一人で抱え込まないでほしいんだって。お前が言うなよ。お前ソロでいないのに一人で抱え込まないで。なんかうるさい人来ましたね。小賢しいなぁ。こじゃかしいなぁ。話長いね、この人ね。こじゃかしいね。なんか攻略一旦休むべきだって言ってるけど。どうすればいいの？これ何選ぶの？自分たちが抜けたら穴が。怖いのはわかるよ。これ絶対さ、何選んでもさ、一緒でしょ。うん、ここ。お、何これ？音楽が。いいね、この音楽。流海。あー、すげえかっこいい。何これ？主人公、飯のことしか考えてねえじゃん、これ。うわ、金も。全体マップ、金も。もう、新階層出るとさ、あ、でも、この階層まで来れる人って、ちょっと、実力的に、やっぱ初心者は多分もう、なかなか来れないと思うんで、叫ぶ心のリンフォルツァンド。これ何？城下町の目印の場所を向かう、ここですね。ここに向かいますね。モブモンスターの弱点属性は突飛ですね。ってことはフロアボスの弱点も突飛ですね。ちょっとこの85層の武具店に行ってみると、このセンチュリオン以降がもうないんですよ。センチュリオンってこれ61層の武具なんですけど、これ以降がないので、おそらく85層の階層武具は出てないと思うんですよね。ここ入りまーす。お、なんか歩いてる。これなんて読むの？鈴鈴店店、れーん？鈴？これ何？これグルメの話でこの85層終わるの？もしかして。これなんて言ってんのこいつ。超敵大大大サービス敵。何この飛び鈴って何？何フェイリンって読むのこれ。こじゃかしいにゃー。こじゃかしいねー。チーパオ。チーパオ。小春にチーパオ言う。なんかブンブンしてる。うまーい。うまーい。うまんい。これ何これ、もぐもぐ。何え、これ何、バトル始まる。え、県内デュエル始まっちゃう。なんか最後の一個で取り合い、どんぶりでバリアを張ってでも死守する。何これ、戦闘の音楽になってきたんだけど。何これ。戦闘してる。ソードスキル使うな。やめなさい。いや、喧嘩になるほどね、すげえ美味しいんだろうね。お、タイニーチーパー小春じゃん。最高にごめん。選択肢が、うわうめき声みたいになってるよ。嬉しいです。さっきから変だよって、あなたも変だよ。え、何？なんか、何か変なの？世界中を旅してきた。あ、そういう設定なの？なんか、すごいいろいろ飛ばしちゃって。あ、なんか4人組来た。怖え。なんか、右の人目死んでる。なんか怖い。精鋭部隊来た。なんか、やべえ。やばい集団来た。
なんかこの4人が75層以降のストーリーの鍵を握ってるらしいんですよね。この人名前なんつうんだっけ、このティフォンじゃねえ、これこの人名前なんて言うんだっけ、右の人、一番右の人、なんかちょっとこの人名前覚えてないんですよね。話長いなぁ。お、クエストクリアか。これ会話飛ばしてる人ならね、あの会話終わるだけでこれクエストクリアなので、すげえ経験値838万も入るよ、もうここまで来ると。次はここですね。この目印の位置に行きます。あ、勇気来た。お久しぶりだって。あれ、そんな久しぶりなの。あ、なんかやべえ、この右のやつさ、なんかこの目がさ書いてないやつ、ちょっと怖い。こういう不穏だよ、こういうの。もうなんか絶対あるよね、このさ、右の感じ。この人の書き方。もうトラウマではないけど、怖えよ。なんかあの、ラフコフ系のさ、やばそうな雰囲気醸してるよね。次はね、マップの左下ですね。ここ行きますね。これって何？建物の入り口かな？ここ入るのかな？お、10層これ。10層っぽくね？あれ？あ、これ絵なの？綺麗な絵？これ10層描いたってこと？うわー、この音楽やべえ。もう、これ絶対なんかあるじゃん。怖いよ。あ、なんか違う、あ、これは違う人か、リンファ。なんか物語の鍵を握ってそうだね、85層の。次はマップのここですね。ここ向かいます。これなんかの路地の目の前かな？ここにもないのね。これ何？何探してるの？なんか薬かなんか探してんの？癒しい目のコロつき。なんか、アングラっぽい。アングラっていうの、なんつうの、こういうさ、なんかやばそうな。ホアンって変な名前だ。ホアン、なんかヘンテコリンな名前じゃん。あ、なんか皇帝だけど偉そうにしてなくて、なんか、あの、素晴らしい人みたいな感じなんですね。自分を、ホアン皇帝も自分を竜だと称して、自分のこと、竜とか言っちゃう。大きく出たな。なんか調子乗ってんな。自分のことなんか竜とか言っちゃってんの。鋼の竜。ホアン皇帝が目指すのが鋼の竜なんで。自分のこと竜とか言っちゃうぐらい、なんかすごく素晴らしい人間なのだそうで。あ、なんか、あの、偉人が残してたなんか言葉っぽい感じするよね、こういうの。なんか竜とかかっこいいみたいな。小学生画伯。画伯って言うとさ、なんかバカにしたような感じ、なんか俺イメージしちゃうんだけど、まあ、真面目な話なんだろうね。画伯。俺前さ、変なさ、なんかその T シャツ着てバイト行ってた頃にさ、バイト仲間つか同じとこで働いてた人に画伯みたいな。のプリントされた T シャツ着てますねって言われたことあって、まあ変なやつ着てった俺もあれなんですけど、画伯とか言われたのなんか面白かったな。ご清聴ありがとうございましたってことかな。この以上だ、耳を傾けてくれたこと感謝するってやつ。これさ、何、年齢とか聞いていいわけ？わろちっち。老子って呼ばれてんの。謎すぎる、マジで。あ、先生って意味ね。わざとそういうさ、そういうさ、トラップ仕掛けてくる。もうなんか、結構、私の身の程には過ぎた。結構謙虚なんですね。なんか、謙虚な人って強そうだよね。なんかさ、あの、IF でもめっちゃ強い人ってさ、なんかその、自分まだまだだみたいなことみんな言うんだよね。その、現状に満足してないみたいな。何これ、桃桃ローって書いて、何これ、タオパイパイ、タオパイパイなのこれ、なんて読むのこれ。タオパイパイ店長さん、タオパイパイ、あの柱折ってさ、あの移動のあの建物の柱をさ、ちょん切ってさ、あの投げてそれに乗っていくっていうスタイル、なんかドラゴンボールにさいるじゃん、タオパイパイっていう人でさ、タオパイパイのさ、お弟子さんたちが、ポイポイ様ってさ、なんかすっげえ真面目に言ってんのがさ、もう、なんかやばいよね。あの世界マジでやばい。あの、すっげえシリアスなさ、場面で、ブルマーとかトランクスとかさ、いや、パンツの名前だって、何言ってんだ俺は。